プルあります。宿泊中です。もう夕食はね食べたので、おつまみ程度、本当は飲みたかったんだけど、これなんだっけ、サイダーを飲んで我慢します。暑いんでこれを持ってきました。はい、じゃあ今からいっぱいやって、はい、ちょっとぐちゃぐちゃですけど、こんな感じです。サイダートイレがね、女子トイレがね、もうすぐそこにあるんですよ。だからね、めっちゃ便利。で、隣誰も駐車できないから、右側の窓をね、後部座席の窓をね、ちょっと開けてます。ちょっと光が漏れてるけど、まあいいかって感じで。じゃあいただきまーす。乾杯。昨日の残り。道の駅で買ってきたチーズの入ったちくわと、これは小ぶり寄せ豆腐っていうのかな、はい、こんな感じです。揚げかまぼこごぼう入り、はい、これをちびちび食べながら11時ぐらいには寝ようかなと思います。うん、もう今ね9時です。9時、めっちゃ外は雨降ってきた。でもその代わりめちゃめちゃ涼しくなってきて嬉しい。少し開けてるんですけど、お弁当、全然雨降ってこないし、すごい快適、涼しい、はい、なんかすごい汚れちゃってるんですけど、今ね寄せ豆腐食べました。あともう1時間ぐらいで寝ようかなと思います。はい、皆さんおはようございます。幸姉です。今ね5時45分です。古賀パーキングっていうところで車中泊をしまして、今ちょっと窓を開けてるんで、近くに車中泊の人が3名ぐらいいるんで、ちょっと小声で話しています。こんな感じの車中泊しました。でもね、すごいね、ここ隙間だらけ。朝になって気づいたという。もうね、フロントはね開けちゃいました。暗いんで、パソコンとかも持ってきて、携帯の充電の代わりになるので持ってきました。昨日はこれに買ったこのエアマットをね引いて、シュラフはね暑いからいらなくて、もう枕代わりに使っちゃいました。そしたらめっちゃね心地よく寝れました。段差も感じずね、めっちゃ楽しかった。初めての車中泊。雨がねすごいねたくさん降ってね、心地よく眠れました。雑音が消えて。じゃあ今から朝食にしたいと思います。はい、今日の朝食です。もう開けちゃったんですけど、昨日の道の駅で買ってきたオレンジジュースと、なんだろうな、これくるみパンと、ちょっとこれよくわかんないけど、なんか美味しそうだったので買ってきました。で、これは昨日のキャンプでねもらったお菓子で、これも道の駅で買ってきた、福岡県産のデラウェアぶどうですね。はい、このお餅ね、お茶餅っていうんですけど、安くなってた、
これちょっともう多分今日食べれないので、母親にお土産、この昨日の夜食と一緒にそれはお土産にしたいと思います。昨日も夕方にね、火起こしをして直火で、焚き火をして、4時ぐらいにもうすっごい熱々になった焚き火ので沸かしたお湯をね持ってきたんですけど、全然今14時間ぐらい経ったんですけど全然飲めます。今コーヒー入れましたけど、そしたらね、さっきね全部なんかここに入れてお湯確かめようとしたら全部これこぼしちゃってひどいことになりました、車内が。昨日はね本当ね楽しかったです。直火で焚き火するんですけど、やっぱブッシュクラフト面白いですね。ブッシュキャンプいいな。なんか少ないツールだけどなんか技術でカバーするって感じで、これ、ね、でもできたらすごい、女性でブッシュクラフトできたらかっこいいですよね。こういうねアドバイザーのね資格がもらえました。2日間だけですけどね。昨日本当ね雨の中ね大変だったんだけど、まあ、雨の中でちゃんと火起こしができるっていうのを学んだんで、逆に雨で良かったかなと思います。でもうアブに刺され、今頃こんなに腫れ上がっちゃって、あとわけのわからないなんか虫にこうこれてん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 ってなってるんですよ。怖いよね。なんだろうねこれ、なんかね気づいたら血が流れてたって感じでちょっと怖いですよね。であとなんかここら辺もなんかこんななっちゃって、で昨日はね焚き火の後の灰の処理の仕方とかすごい環境に配慮したやり方を教えてもらったりとかして、もう爪の中も本当に労働者のようにもう真っ黒になっちゃって、まあ、その後温泉に行ったからよかったんですけど、とても楽しかった。だから次はインストラクターの講座が、まあ、いつになるか分かんないですけど6日間ぐらいあるので、それできれば挑戦したいかなと思います、まだ早いですけど、何年か自分でブッシュクラフト的なことをやったりしながら、でインストラクター受けてもいいかなと思いました。防災とかにもね、防災とかにも通じるところがあるのでいいですよね。なんか、そんな感じでした。まだちょっと早いんで編集してます。車の中で編集。7時半なんですけどちょっと暑い。もうすでにそろそろ帰ります。熊もこれ見て、先生が作ったやつ、フェザリング、これ私が作ったやつ、このさ、えらい違い。はい、じゃあそろそろね帰りたいと思います。今7時40分。ガソリン足りるかな。あー痛い、ブヨに噛まれたところが痛い。めっちゃ腫れてるんですけど、見てこうすごいことになってる。痛がいい。朝はねすごいやっぱ気持ちいいですね。コストコのバッグがないから、コストコのこれが一番いいんですよ。大きいから何でも入るから。そのうちキャンプ用のなんかバッグを買わないといけないですね。いやまたねぜひブッシュクラフトキャンプ行きたいですね。なんか大変だけど、あのブヨとかに食われて結構大変だけど、でもすごい楽しかった。なんか今までにない経験っていうか貴重な体験をねしたと思います。仲間とつながったので、なんかあればイベントとかあればぜひ参加したいなと思います。ということで昨日一昨日とね同じ福岡県内なんですけどキャンプをしてきまして、キャンプっていうかブッシュクラフトの講習ですけども、結構女子にはまあまあ過酷な
まあ、テント泊じゃなかったんですけどね、まあ、一応こう一点ということで、他の方全員男性の方で、しかも若い方たちが多かったんで、ちゃっちゃかちゃっちゃか、私みたいにノロノロしてなくて、すごい一番なんかインストラクターの方に迷惑かけたみたいな、なんか途中で携帯なくしちゃったりとか、なくしてはないんですけど、車の中にあったんですけど、大騒ぎになっちゃって大変でした。慌てるといけないですよね、やっぱりね。慌てるとなんかね、目の前にあるのに全然気がつかなくて、超なんかアホでしたね。まあ車中泊の方もね、家の車庫とかでは結構何回かやったことあったんですけど、今回初めて外での車中泊ということで、今日はねもう結構使う2泊しましたけども、車中泊も含めて。今朝ぐらいからね、すごい体のあちこちが痛いあのタープを張ったりとか、重い木を持ったりとかしたので、あとあの小枝拾い、薪拾いとかして、もう何回も何回もこうあの腰かがめたりとか したりして、もうかなりの運動量になっているので、まあ、今日はゆっくりとまたお風呂に浸かって一日2日ねゆっくりしたいと思います。はい、ではどうもご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。